からは井戸端トークパート1、戸塚町内会コーナーです。戸塚の街で頑張る方々をゲストにお招きしてお話を伺っております。本日も、スタジオにお越しくださっているゲストをご紹介しましょう。本日は神谷部連合町内会篠塚町内会衛生部長の北澤和歌子さんです。北澤さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずはですね、篠塚町内会についてどのようなところか、教えていただけますか。篠塚町内会は工業団地の中にあるんですね。はい、それで篠塚八幡社っていう、うんうん、あの神社がありまして、はい、そこと工業団地が中心となった、うんうん、あの町内会です。はい、戸塚区の結構、北の方ですかね。あ、そうですかね。結構、はい、大きな町内会ですよね。大きいです。そうですよね。はい、はい、そんな、篠塚町内会なんですが、はい、現在はどのような、自治会活動を行っていますか。最近8月の初めに盆踊りをやったんですね。で、4年ぶりの盆踊りなんですよ。それで、いつもは篠塚八幡社の方でやるんですが、はい、今回は会長が空き地を見つけてくれて、そこで行いました。そうなんですね。はい、盆踊りということは夏祭りということですか。そうです。お、じゃあ出店とかも出て。はい、出店も、はい、焼きそばとかフランクフルト、かき氷、はい、あとわたあめとかヨーヨーとかといろいろ出ました。いいですね。はい、じゃあ子どもたちは浴衣着たりなんかして。そうですね。ねえ、はい、じゃあ盆踊り夜その、はい、そうなんていうんですか、矢倉。あ、そう、矢倉は建てらなかったんですけど、ちょっとした太鼓を真ん中にして、周りで盆踊りを踊るっていう感じで、結構楽しく、いろんな踊りを女性部の方がね、はい、踊ってくださって、それを皆さんが真似しながらの、子どもたちも結構参加して、はい、楽しく過ごすことができました。いいですね。4年ぶりということで、みんなね、ちょっと待ち望んでいたイベントだったんじゃないですか。そうですね、すごい盛り上がったようです。よかったですね。はい、はい、そして定例会も毎月第1土曜日、はい、そうです、やってるんですね。はい、うんうんうん、ここでいろんなこと決めて。あ、そうです。あ、なるほど、はい、イベントに備えたりとかしてるんですね。はい、はい、そして最近若い役員さんが増えたということなんですけど。そうなんですね。若い役員さんが増えて、はい、町内会の役員ラインとかも作っていただいて、すごいちょっと進歩的になってきたかなみたいな感じですね。うん、すごいですね。なんか、はい、結構このコーナーやってると、各町内会の方々って若い方々をどうやってこう、はい、役員に、をやってもらえるかっていうので、結構悩んで工夫されてる方が結構多いので、あ、そうですね。うんうん、そうそうそう、今回結構若い方が増えて、うん、で今回の盆踊りも企画部長が若くて、なんか一生懸命もう張り切ってやっていただいて、もうすごい盛り上がって。いいですね。はい、やっぱり若い力って大切ですね。そうですね、うん、やっぱ伝統のあるね、そのご年配の方々の意見と、はい、新しい方々の意見と、あ、そうですね、織り交ぜて新しいね、はい、歴史を作っていけるといいんじゃないかなと思いますが、はい、そうですね、それができていてすごいなと思いますね。素晴らしいですね。ありがとうございますそして、はい、爽やか運動という、はい、ゴミ拾いをはい、やっているということなんですが、ここの中で北澤さんがやりがいを感じたこととか、はい、まあ、印象に残っているエピソードなんかあれば教えていただけますか。はい、そうですね、初めの頃はね、うん、参加者が少なかったんですが、はい、最近はそうです、70人から80人ぐらいの参加者が増えて、うん、でいつも終わった後に1人1鉢ずつ、はい、お花を持って行ってもらうんですね。いいですね。 それで結構家族連れの方とかも来てくださったり、うん、年配の方とかもそのお花を楽しみにして来ていただけるのがすごく嬉しいです。うん、ね、でどのお花がいいかしらなんて悩んでいたりとか、はいはいはい、なんかそういう姿を見るのが楽しみで。あ、
はい、いいですね、はい、街も綺麗になるし、みんなそうですね、交流にもなって、そうです ね、お花ももらえて、はい、いいですね、あのお子さんも楽しんでやられてるんですか。そうですね、あのなお子さんもお母さんとお父さんとみんなで来ていただいたりして、うんうん、あのまあ、頑張ってゴミ拾いやっていただいてます。いいですね、はい、継続してね、はい、やっていけたらいいなと思いますね。そうですね、はい、そして、はい、今後ですね、北澤さんが、まあ、衛生部や爽やか運動の中で、はい、取り組んでみたいことなどあれば教えていただけますか。そうですね、今あのゴミの出し方などが、うんうんうん、結構あの複雑になってきたので、はい、今度あの時間が取れればですが、と皆さんにゴミの出し方、うんうん、あの分け方などをあの教えるっていうか、うんうんうん、なんかこう環境の方に来てもらって、はい、そういうのを教えてもらえるような会ができたらなって今考えてます。あ、これは、ね、あの町の方々にとってもすごい助かる、うんうんね、ことですよね。はい、はい、さあということで、はい、今日は北澤さんに、お好きな曲を選んでいただきました。はい、はい、ゆずさんの栄光の架け橋ですね、はいはい、名曲ですが、名曲ですね、はい、これは何か思い入れあるんですか。はい、先日ね、あの娘が、うんうん、あの結婚したんですね。 おめでとうございます。ありがとうございます。それでその娘がずっとミニバスの頃から高校3年生までバスケットをやってて、はい、本当栄光の架け橋のあのシーンを見詩をね、見ると本当になんかそういう風に頑張ってきてたなっていう思いと、あと自分もあの若い頃ちょっとソフトボールやってたもんで、なんか共通するものがあって、でまあ結婚したんですが、結婚式とかも挙げたんですけど、そのことを思って、なんかそういう思い出みたいのがこうパーッとあの巡ってきて、で、あ、でもあのそういう感じで、すみません、選んでくださったんですね。あの、はい、はい、の曲を選びました。はい、ありがとうございました。娘さんへ送るという気持ちもあり、うん、あ、そうです。頑張ってこれから仲良く、ね、あの頑張ってほしいなっていう気持ちも込めて、個人的なこと言うで、すみません、リスナーの皆さんもね、はい、きっと勇気をもらえる曲だと思うので、はい、この後ね、お聞きいただければと思います。ということで最後に、はい、地域の皆様へ北澤さんからメッセージお願いします。はい、これからもあの爽やか運動の方、あのあと町をきれいにする、篠塚町内会をきれいにするっていうあの爽やか運動の方の参加を、皆さんの参加をお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当北澤さん声がめちゃくちゃ可愛くて、うん、本当にね、聞きやすくて、うん、ね、ありがとうございます。なんか明るい気持ちになりましたね。 ありがとうございます。北澤さん今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、本日は、篠塚町内会衛生部長の北澤和歌子さんをゲストにお迎えしてお届けしました。北澤さん改めてありがとうございました。ありがとうございます。